旬をお届け、採れたて綾部。綾部市東部を流れる神林川の中流に瀬尾谷と書いて小谷と呼ぶ集落があります。7世帯11人、高齢化率 80% を超える水源の里。小谷には代々受け継がれてきた黒瓜の種があり、昔から黒瓜のかす漬けはお正月に食べる保存食でした。白瓜よりも柔らかく、きゅうりよりは歯ごたえがある黒瓜。この黒瓜を使った小谷漬けの開発を3年前から始めました。開発のリーダー、磯井進さんです。この瀬尾谷集落、昔から数は少ないんですけど、それぞれの家庭、各家庭でですね、めいめい、かす漬けというか、酒のかすにつけた瓜を、皆さん個人個人がもうおばあさんの時代からあれを受け継いで、若山さんもそれを受け継いでやってきた。水源の里の指定を受けたこともありまして、この共同してやろうじゃないかということになりまして、それを作る場所も整備をしたり、いろいろな試行錯誤をして、ある程度の、販売ができるという見通しが立ったわけで、今年からそれが本格的に、26年度から本格的に、やろう。8月16日、都会の住民を招いて小谷漬けの加工体験と交流会が催されました。この日は4組11人が参加。ウリの収穫や種を取り除いたり、地域の人と一緒になって作業をしました。その前に食事をまず腹ごしらえ。作業の後は公民館で黒ウリ尽くしの料理です。大葉が隠し味になった小谷漬けのお寿司、一番の人気です。大勢で食べる食事は美味しいですね。皆さんに助けられて、ちょっと売りのことを勉強させてもらったりして、農業もしてるんですが、やっぱり若いもんが帰ってこんと困っとんです。子どもたちもいろいろ参加できて、すごく美味しかったし楽しかったです。またこういう機会があれば参加したいです。ありがとうございます。すごい楽しかったです。はい、また期待寄せてもらいたいと思います。ありがとうございました。小谷漬けがきっかけとなった都市住民との交流、小谷の人たちの元気のもとにもなっています。小谷漬けは綾部特産館などで販売しています。